帰っていいですか。アムヒロ近夏氏です。モジュ坂本秀隆です。アムジャンキー吉本和樹です。エステート長谷川です。アームレスリングトレーナー熊です。プレミアムソーマミドラゴンです。まだ来ましたね。来ましたね。今どこですか。八方尾根。八方尾根。素晴らしいところですね。さあ、会長。会長、今日は。今ね、はい、山頂駅まで行きまして。はい。ちょっとまた離れないで、どんどん前に。前へお願いします。声がね、会長。拾えないね。丸山ケルンまでピストンしていきたいと思います。景色がいいよ。そうですね。いや、もうこの時点で最高ですよね。このロケーション。すごいね、うん、もう自分はここで満足です。もう登る気ないでしょ。クマさん、今日トレーニングの目線はないんですか。トレーニングの目線で、前回三頭筋鍛えられたんで、今回二頭筋鍛えようかなと。どうやってどうやってどうしようどうやって会長、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。最高だわ。4人乗ったらきつい。じゃあ会長、お願いします。お願いします。お願いします。体が重てえな。体が重い。なんだ、空気が薄いせいなのか。吉村さん、ここは前回のあの登山の時と比べてどういう山なんですか。標高が高いところは同じなんですけど、周りに木が生えてないんですよ。冬の自然環境が過酷な場所です。山がいろいろ教えてくれるんですよね。どういうことですか。人生の厳しさを山が教えてくれるんですよ。だって例えば、はい、この景色、美しい景色に目を奪われていると足元を救われるでしょ、はい、気をつけろと。まだ語り始めた。長谷川さん、前回の登山と比べてどうですか今回。今回はだいぶ息が上がってます。井上さん、思ったより平気そうじゃないですか。あ、そうですね。ね、走って先回りできるぐらいです。カメラ持ってる人はね、2倍ぐらい体力ないと。あー、やばい。綺麗。ただ晴れすぎてて雲海がないですね。ないですね。うわ、まだあんな上まだ。会長なんか見えない、どこまで行っちゃった。ねえ、もう100メートルぐらい先です。本当だ。マジ。一応。お、ここは？八方尾根はもうすぐそこなんですよ。あ。足置く場所をさ、おお、調子に乗りました。あ、隊長、隊長、
これ今吉村さんどんぐらいですか？あと 30分以上はかかると思います。あと30分です。よし、このね山のどれだけ険しかったかっていうのがここで分かりますよ。ほらほら、よく剥がれそう。それただ単にさ口が震えちゃう。あれなんだろう、大きい。これなんて大変な、うん、ね。手借りていいですか？落ちたら止まんないよ。あ、でも大丈夫です。すいません、油断するとね。そうです、はい。体調見えない。一歩一歩硬い石で。時間がかかりそう、これ。降りてこねえかな。あれ、見えてきたな。お？なんかあそこら辺止めないか。お、本当は見えてきました。あそこか？まだ遠くね。あれ40分ですか？はあ、うーきつい。はあ、きつい。あと少しや。大事ですね、長谷川さん。あの顔がきつい。はい。結構きついな。うん、ちょっと休むか。うんうん、休むのが一番いいよね。そうですね。あれ近藤さんですね。うん、あそこにいる。もうちょっとですね。はい、はい、はい、頑張った。長谷川さん、あと少しです。いや、遠藤さん、お待たせしました。やっと。お疲れ様です。やっと。もう途中で待ってようかと何度か思ってます。お疲れ様です。どうでした？どうでした？大変でした。大変でしたけど、すごい天気も良くて、なんかみんなに本当元気づけられて。だってこの今画角がすごいかっこいいですよ。綺麗で。そうなんですか？景色の、ワイルドさで。ワイルドだろ。マジっすか？いいよもう。はい、せーの。ちょっとめちゃくちゃ強い。無理。お疲れ様でした。よかったね。もうあれですか、エアズもやる気力はないですか？いやでもそうね。ちょっとゆっくりこの景色を楽しませてもらってもいいでしょうか？これは
お疲れ様です。はい、どうも、こんにちは、元気ですか。最後だけね、途中信じたくせにね。でもあの最後良ければ全てです。何とかって言うからね。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。熊さん、はい、無事で来れました、丸山までね。いや本当に途中何度も諦めかけたんですけどね。はい、良かったっすよね。もう本当にここまで出かかりました。ここまでぐらいかな。典型のね、景色も見れたし、すごいですね。本当マミドラゴスはどうだったんですか。もう満足です。楽しかったです。吉野さんの総評でどうなんですか。もう完璧です。大丈夫。みんな無事に帰ってこられただけで大丈夫。よかったです。また雪山登るっていうのを参加したんですけど、はい、雪山行くんすか。ちょっとなんか耳がツーンとしてて耳がなんか大丈夫、標高差ですから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。